今回紹介するおすすめはヒイカです。ヒイカは全国各地の沿岸で採れ、1年を通して市場に出荷されているようですが、お店では最近特に入荷量も多く、価格も非常に安く出回っていて、お買い得のヒイカです。しかし、ヒイカは傷みやすく、時間とともに白くなって匂いもしやすくなるので、良いヒイカの選び方としては、胴体に赤みがあるものにしましょう。保存するなら、さっと塩茹でしたものを冷凍保存するといいでしょう。そしてお客さんからのヒイカの一番多い質問が、内臓を取って料理するか、取らずにそのまま使うかなんですが、今回はそんなヒイカの下処理問題にサバケルが決着をつけようと思い、3つの下処理パターンをボイルしてみました。1. 何もせず丸のまま。 2. 口に残りやすい軟骨だけ取る。 3. 内臓とくちばしも全部取って食べる部分だけにして食べ比べてみました。それとおすすめの定番料理として、イカと相性の良い夏野菜の冬瓜とヒイカの煮付けも作ってみました。では調理スタート。そしたらヒイカをさばいていきます。今日は100均包丁を使わずにキッチンバサミで調理していきます。まず胴体からお腹を抜きます。ゲソを持って引っ張ったら抜けますので、そしてこのゲソの目のところと足のところの間ですね、目の上のところ、これを切ってあげると、こっちはもういらないんで、あのくちばしがここにありますので、これも口に残りますので、これをピッてつまんであげたら出ますんで、これを取ってあげます。ちっちゃいですけども。でこれはもうこれで食べ、このまま食べれます。完成です。そして胴体の方は手のひらに乗せてキッチンバサミで真ん中のとこですね、ちょっと軟骨があるんですけども、その上を気にせずに切ってもらって、胴体まで、そしたらお腹と一緒に軟骨が入ってますので、これを取ってあげたら出来上がりです。でこれを後で洗えば OK なので、とりあえず置いときます。この作業の流れでいきます。胴体を取ってハサミでお腹をの目の上のところを切って、こっちつまんだらこう出てきますんで、で置いといて、で切ります。そしたらお腹出ますんで、これを取っといてあげたらこれで完成です。同じ作業を繰り返した方がいいので、一回全部胴体を取ってしまう作業ですね。こんな感じでまず先に全部お腹を出してしまうという集中作業をした方が、まあ、仕事場でもそうなんですけども、10匹とかそれ以上になってくると集中作業した方が早くなりますので、こういう感じである程度出たらハサミで今度は全部一斉に切っていきます。そして全部切れたら今度はくちばしを全部取って、こうこうやって、さあ全部作業が早く進みます。どうしてもヒイカって作業がめんどくさくて数が多いんでめんどくさいんですけども、こういう風にちょっと集中作業で同じ作業を一回やるとはかどりが早いです。でこれも切る作業は一回全部切ってしまう、切ってしまう、切ってしまう。まあ、そんな急いでやらなくてもいいんですけども、尺の関係上さばけるは急いでます。こんな感じですね。でまあ待っているようにして、あちょっとウリが動いてきた、もうちょっとで出来上がると思う。で取れたらちょっと炭が入ってるやつとかもありますんで、まあ板の炭は旨味成分もあるんでそんなに気にしなくていいですよ。パッと水洗いがするからですね。でこれをザルで、あ水洗いをさっとしてあげたら、もうこれで使える状態です。まあ、これ以上無理に頑張らなくていいと思います。時間が食うだけなんで、まあ、これでまあ1パックまでとはいかないですけども、まあ7、8尾ぐらいでありますんで、まあこれぐらいですぐ終わりますんで、まあ意外とめんどくさくないと思います。
大量すぎる。多すぎたな。かき混ぜて。そしたらヒイカの食べ比べをしようと思うんですけども、まずお客さんによく聞かれるのがどこまで調理するのかっていうのをよく聞かれるんですけども、まずそのために4種類た、まあ、3種類試してみようと思います。これはもうそのまま何もせずにボイルしてみようと思います。でもう1個が、口に一番当たる軟骨だけを抜いたボイルをしようと思います。軟骨はこのままつまんで引き抜けますので、これを2匹やっておきます。こんな感じです。でもう一つが最初の、処理通り全てを取ったバージョンですね。煮付けにしたやつと同じの。出してしまって全部お腹もきれいに出したバージョンですね。これですね。でこれ最後の1匹は一番切れそうなやつをちょっと良い子は真似しないでください、お刺身にしてみようと思います。同じように開いて取ってこれはゲソはボイルします。で皮を剥きます。ちょっと水洗いします。この状態で後でスライスしてみようと思います。そしたら完全に処理した方のまず開いて全て食べれる部位の方から湯がいていきます。すぐ火が通ると思いますけども、多分20秒ぐらいか30秒ぐらいでできると思います。火を通しすぎるとやっぱりすごい縮むし、ちょっと身が硬くなって食感が変わってしまうので、まあ、20秒ぐらいでいけると思います。あげます。まずこれが何も処理したヒイカです。で次に軟骨だけを抜いたヒイカを湯がきます。これはお腹も入ってる状態なんで、ちょっと煮汁が多分汚れると思います。煮汁じゃなくてボイル、お湯が汚れると思います。さっきみたいな縮み方はちょっとしないと思います。見た目は。綺麗な感じはしますね。そのままボイルした方が形がそのままで、ただちょっと食べにくいんだと思います。お腹も入ってるのでもうちょっとやってみようと思います。30秒ぐらい、10秒ぐらい長くしようと思います。あ、見た目はすごい軟骨抜いただけのやつは回ると綺麗ですね。でこれが全く次は何も処理されてないヒイカですね。軟骨も全てついてます。これも30秒ぐらいボイルしようと思います。でもまあ見た感じはそんなさっきと変わらないと思います。軟骨抜いてないのと、これで3種類です。これが処理した方と軟骨だけ抜いた方と、これは全部丸々ついてるやつできました。じゃあお店ではヒイカ一応加熱用で売らせてもらってますので、基本的ちょっと自己責任になっちゃうので、一応でも刺身でさばきを食べてみます。ちょっと切り込み入れて、基本的にちっちゃいから身が柔らかいと思いますんで、こんな感じ。これで4種類完成です。
したら試食してみます。まずボイルしたヒイカなんですけど、これは全部処理した方ですね。これは普通に美味しいと思います。何もつけるつけずにいただきます。うん、すごい食べやすいし、いや味のイカの味もしっかりしてて、スルメイカみたいに癖がないからヒイカすごい食べやすいと思います。で次が軟骨だけを抜いたバージョンです。バージョンでちょっと目はついてます、お腹と。そのままいきます。うん、お腹は意外と美味しいですね。あってもお腹がある方が逆にちょっと美味しさがあるかもしれないです。ちょっと急いでるの食べにくいですけど。でこれが丸々もうそのままボンと掘り込んだだけのイカです。何も処理されてません。うん、これは確実に軟骨が口の中で当たりますね。ちょっと食べにくいのは確かに。まあでも口から出しながら食べたらちょっと発せないですけど、全然普通には食べれます。お腹も普通に美味しいですね。見た目も綺麗ですし、ふっくら炊けるっていう感じがしますんで、どれもありやと思います。ちょっとガリってやっぱし目かなんかが当たりますね。口ばしかちょっと分かんないですけど、ちょっとガリガリ言うとか確かにあります。ガリガリ言ってます。最後に刺身、すごい柔らかそうです。うん、なんと柔らかいか。これはちょっとめちゃめちゃ美味しいですね。ちょっと癖になりそうな、やっぱイカはちっちゃいとすごい柔らかいんで甘みもありますし、あ、これはすごい安くていいかもしれないです。でも一応自宅ではちょっと加熱用で売らせてもらってるんで自己責任にはなっちゃいますけども、これは甘いのはめっちゃ美味しいです。以上のです。ありがとうございました。そしたら冬瓜とヒイカを炊いたやつの試食していきます。まずヒイカから味が多分染み込んでくる。火通しすぎたらちょっと固くなりますね。見た目は綺麗に炊けてますけど、さっきのボイル軽く 2,30 秒ボイルしただけのイカと比べたからっていうのもありますけど、うん、本当に美味しいです。すごいスルメイカで味は薄く感じますね。あっさりめのイカにって感じです。旨味は十分になります。で、メインの冬瓜を箸で刺すので柔らかく炊けてると思います。あら、うん、美味しいんですけど、多分一回冷ましてからの方がイカの旨味というか味が染みて美味しいんだと思います。もう普通にでもこれはこれで料理でぬくぬくで美味しいです。柔らかいし、これも冬瓜の旬の味ですね。ゲソはこんな感じで煮ますね。ゲソも食感が良くてすごく美味しいです。ぜひやってみてください。ありがとうございました。そして出しておいて、二人で作業を分け合えば早いです。あとお腹からあのくちばし出してみて、うん、そうそうそう、くちばしで、ここから挟んでこっち胴体して、うん、あ、でもくちばし早っ、最後